サッカー選手であれば代表チームでプレーをすることが大きな目標であると思いますが、代表の中心として長く活躍するのはほんの一握りの選手にしかできないことでもあります。どうも、補欠カラスです。今回は日本代表で一瞬だけ大活躍した選手たちを紹介していきます。リ・タダナリ。まずは2011年のアジアカップ決勝で決めた豪快ボレーが有名なリ・タダナリ選手です。もともと韓国籍だったリ選手は2007年に日本への帰化を果たすと、その直後にU23日本代表に招集され、翌2008年の北京オリンピックにも出場し、期待の若手ストライカーとして成長してきました。しかしその後は期待とは裏腹にコンディションを崩してしまったことで、所属していた柏レイソルや移籍したサンフレッチェ広島でもなかなか出場機会を得られていませんでした。しかし2010年シーズンの途中に大きな転機が訪れます。サンフレッチェ広島に所属した当初はチームのエースである佐藤久人選手の控えに回ることが多かったですが、その佐藤久人選手が怪我で離脱してしまったことで、リー選手に絶好のアピールチャンスが巡ってきました。するとリー選手はこの期待に応えるかのようにリーグ戦5試合連続得点をマークするなど、中盤の12試合だけで11得点の大爆発を披露し、一気に J リーグ屈指のストライカーという地位を確立していきます。そんな大躍進のシーズンが終わってすぐに行われた2011年アジアカップで、ついに A 代表メンバーに初選出されることになりました。そのアジアカップでリー選手はグループステージ初戦のヨルダン戦で途中出場し代表デビューを飾りますが、それ以降は出番がないまま日本代表は決勝まで駒を進めることになりました。そしてライバルのオーストラリア代表を相手に迎えた決勝戦では、お互い譲らずに0対0のまま延長戦までもつれ込むと、延長前半9分リー選手に今大会2度目の出場機会が与えられます。そして延長後半4分、未だに語り継がれる伝説的なゴールが生まれます。左サイドを駆け上がった長友選手からのクロスボールをフリーで待ち構えていたリー選手がダイレクトの左足ボレーで突き刺し、 A 代表初ゴール、そしてこの試合で日本にとって待望の先制ゴールをもたらします。その後日本代表はこのゴールを守りきり、通算4度目となるアジアカップ制覇を成し遂げました。日本中のサッカーファンを歓喜させるスーパーゴールを決めたリー選手ですが、当時の心境をこう語っています。あの状況で運をつかむのは自分を信じきれるかだと思うんで、少しでもネガティブな感情があると大舞台では食われるんで、俺がスーパーヒーローになるのは決まってると自分を洗脳させるくらいの感じでした。僕には想像もできないほど大きなプレッシャーがかかる試合だったと思いますが、大舞台でもポジティブ思考でいられる強いメンタルがあってこそなんでしょうね。またこのリー選手のゴールはあまりにも綺麗なボレーシュートだったことから、2002年のチャンピオンズリーグ決勝で当時レアルマドリードに所属していたジダン選手が見せた伝説のボレーシュートと比較されるなど、後世に語り継がれるスーパーゴールとなりました。そんな日本中を感動の渦に巻き込んだリー選手ですが、アジアカップ終了後に開幕した2011年シーズンも絶好調をキープしてリーグ戦で15ゴールを挙げる大活躍を見せていました。そして代表でも何度かチャンスを与えられていましたが、残念ながら結果を残すことができず、徐々に代表から遠ざかってしまうようになりました。1試合でどれだけ素晴らしいゴールを決めても、ずっと代表で生き残っていくのはかなり難しい道のりなのかもしれませんね。そんなリー選手ですが、36歳になった現在もシンガポールリーグのアルビレックス新潟シンガポールで現役を続けています。日本代表への復帰というのは難しいかもしれませんが、ぜひもう一度あの時のような綺麗なボレーシュートを決めてほしいですね。三好浩二。続いては創造性あるプレーでファンを魅了する左利きのアタッカー三好選手です。川崎フロンターレの下部組織で育った三好選手は2015年にトップチームへと昇格を果たしますが、強豪クラブでライバルも多いことから出場機会は限られていました。しかし2018年にコンサドーレ札幌へと期限付き移籍を果たすと、これを機に一気にブレイクしていきます。主力としてリーグ戦26試合出場で3ゴールという結果を残すと、続く2019年シーズンに期限付きで移籍した横浜 F マリノスでも開幕戦からゴールを奪うなどチームの中心として活躍します。するとこの活躍が評価され、2019年6月に行われたコパアメリカ2019で念願の A 代表のメンバーに初選出されることになりました。そして迎えたコパアメリカ初戦のチリ戦で三好選手は途中出場を果たし代表デビューを飾りますが、この試合では見せ場も少なく、チームも0対4で完敗してしまいました。日本はこの悪い流れで強豪ウルグアイとの第2戦を迎えることになりました。下馬評ではスアレス選手やカバーニ選手といった本気メンバーで臨んできたウルグアイ代表が圧倒的有利と思われていましたが、右サイドハーフで代表初先発を果たした三好選手がこの試合で大活躍を披露します。まずは前半24分、柴崎選手からのロングフィードを受けると、相手ディフェンダーを振り切って引き足ではない右足で強烈なシュートを決め、代表初ゴールとなる先制点を奪います。その後ルイス・スアレス選手に PK を決められ同点に追いつかれてしまいますが、後半14分にまたも三好選手が杉岡選手からのクロスを押し込み勝ち越しゴールをゲットします。その後は残念ながら後半21分にヒメネス選手のヘディングシュートが決まり、試合は2対2の引き分けに終わってしまいましたが、ガチメンバーのウルグアイ代表を相手に2ゴールを記録した三好選手には多くの海外メディアから賛辞が送られました。22歳のアタッカーはアレーナとグレミオで突出した夜を過ごした。三好が
ウルグアイを破壊した。剣士で有名なあのルグアイ代表を相手にこの活躍ですから本当にすごいですよね。この活躍により今後の日本代表への定着も期待されていましたが、残念ながら日本代表で定着することは甘くはなく、コパアメリカ以降はしばらく代表に呼ばれなくなってしまいます。そんな三好選手ですが、コパアメリカ終了後の2019年8月に現在も所属するベルギーリーグのアントワープへと移籍すると、徐々に実力を発揮していき、2020年11月に行われた森保ジャパンのオーストリア遠征で久しぶりに代表に選出されることになりました。ここで再び代表に定着するチャンスとなりましたが、パナマ戦そしてメキシコ戦でも目に見える結果を残すことができず、それ以降森保ジャパンに呼ばれることはありませんでした。三好選手が主戦場とする2列目の攻撃的ミッドフィルダーのポジションは日本代表の最激戦区とも言われており、ライバルとなる選手たちも大勢いるので割って入るのは相当難しいかもしれませんね。今シーズンに入ってからは首位を走るチームを牽引し、ワールドカップメンバーへの滑り込みも期待されていましたが、最近の試合で左膝の前十字靭帯を損傷という大怪我を負ってしまったこともあり、カタールワールドカップメンバーへの選出は叶いませんでした。とはいえまだ25歳なので、今後また代表メンバーに戻ってくることも期待できるかもしれません。皆さんはどう思いますか？ぜひ三好選手の今後についてコメント欄で予想してみてください。井出口洋介。続いては豊富な運動量とボール奪取力が魅力的な守備的ミッドフィルダー井出口選手です。ガンバ大阪ユース出身の井出口選手は高校3年生の時に飛び級でガンバ大阪のトップチームに昇格を果たすと、3年目の2016年には主力に定着し、ルヴァンカップのニューヒーロー賞と J リーグのベストヤングプレイヤー賞をダブルで受賞して一気に注目度を高めました。そして翌2017年シーズンには背番号も21番から8番へと変更するとチームの中心選手として活躍を続けていきました。するとその年の6月 J リーグでの活躍が評価されて、キリンチャレンジカップで A 代表デビューを果たすと、続くワールドカップアジア最終予選のイラク戦では代表初先発も飾り、日本代表メンバーに定着していきました。そして迎えた2017年8月、ロシアワールドカップ出場権をかけたオーストラリア代表との大一番で、なんと井出口選手は A 代表参戦目ながらスタメンに抜擢されることになりました。試合は浅野選手のゴールで日本代表が1点リードするものの、なかなか追加点を奪えずに緊張感が漂う状態で終盤へと進んでいきます。するとここで井出口選手が衝撃の一発を放ちます。82分、原口選手の突破からこぼれたボールを井出口選手が拾うと、そのままドリブルで持ち込んでペナルティーエリア手前から右足で強烈なミドルシュートを打ちます。これが綺麗な弧を描いてオーストラリアゴールに突き刺さり、2対0の勝利に大きく貢献しました。そしてこれが井出口選手にとっても A 代表初ゴールとなりました。勝てばワールドカップ出場という試合で勝利を決定づける追加点を挙げた井出口選手ですが、試合後には自身のゴールをこのように振り返っています。枠に入ればいいかなと思ったんですけど、そのまま入ってよかったです。こういう大舞台で監督に使ってもらったので、自分が結果を残すという思いで試合に臨んだから、その気持ちがゴールに繋がったと思います。ちなみに当時の井出口選手は若干21歳という若さでこの大一番を戦っていたのですが、ワールドカップ出場が決定する試合でゴールを奪った歴代最年少の選手だったそうです。そんな波に乗った井出口選手は自身の活躍で手繰り寄せたロシアワールドカップに向けての意気込みを試合後のインタビューで、ワールドカップまでまだまだ時間があるので、もっともっと自分自身成長してまた選ばれるように、これからも満足せずに頑張っていきたいですと語っていました。しかしこの意気込みとは裏腹に、井出口選手はここから代表戦で苦戦を強いられることになります。井出口選手は当時のハリルホジッチ監督からの評価も高く、これ以降の試合でもコンスタントに代表に呼ばれていましたが、なかなか力を発揮できなくなってしまいました。そんな状況の中、井出口選手はさらなる成長を求めて2018年1月にスペイン2部リーグのレオネサに加入しましたが、出場機会に恵まれなかったことで一気にコンディションも落としていってしまいました。その結果ワールドカップ行きが有力視されていたにもかかわらず、ロシアワールドカップメンバーからまさかの落選となりました。そんな悔しい経験をした井出口選手は2019年8月に古巣のガンバ大阪へ復帰すると、徐々に調子を取り戻して2019年12月の B1 選手権で再び代表に招集されますが、活躍を見せることはできず、その後は代表からも遠ざかるようになってしまいました。現在はスコットランドのセルティックに所属し、2度目の海外移籍にチャレンジしている井出口選手ですが、怪我の影響もあってか他の日本人選手たちと比べると若干苦戦が続いています。ですが日本中を歓喜の渦に巻き込んだ実力を持つ井出口選手なので、復活して再び日本代表で活躍することを期待したいですね。久保優也。続いては若くして日本代表に選出され将来を嘱望されたストライカー久保選手です。高校3年生で迎えた2011年シーズン、当時 J2 だった京都サンガのトップチームに登録されると、早速ゴールを量産してスタメンに定着します。そしてなんと17歳にしてチーム最多得点となるリーグ戦10得点を記録するという輝かしいデビューを飾ります。すると2012年2月にはザッケローニ監督の目に留まり、キリンチャレンジカップで日本代表に初選出されます。残念ながら出場機会は得られず代表デビューとはなりませんでしたが、高校3年生ながら日本の将来を担うストライカーとして注目を集めています。
ていきました。今では日本の久保といえば久保建英選手のイメージがありますが、少し前までは久保優也選手が日本を引っ張る選手になると期待されていました。そんな久保選手は若くして海外クラブに挑戦し、2013年6月に移籍したスイス1部リーグのヤングボーイズではコンスタントに結果を残していきました。すると2016年にはリオオリンピックを目指すアンダー23日本代表でもオリンピック出場権獲得に大きく貢献し、 A 代表への待望論もささやかれるようになっていきます。そして2016年11月、久保選手はキリンチャレンジカップのオマーン戦でついに代表デビューを飾ると、2017年3月に行われたロシアワールドカップ最終予選の UAE 戦では代表3戦目となる試合で待望の代表初ゴールを含む1ゴール1アシストの大活躍で勝利に貢献しました。当時23歳だった久保選手は試合後のインタビューで、やっとチームに貢献できたかなという感じです。僕はまだ代表の中ではだいぶ若手なので、どんどんアグレッシブな部分を見せていきたいなとは思っていました。僕らの世代がもっとスタメンを脅かすという姿勢でやらないとダメだと思いますと語り、さらなる活躍を誓うと、続くタイ代表との一戦でも久保選手は大暴れします。前半8分には久保選手の右サイドからのクロスから香川選手が決めて先制点を演出すると、続く19分には久保選手からのクロスを今度は岡崎選手が決めて前半だけで2アシストを記録します。さらに後半12分には久保選手自らが左足で豪快にシュートを叩き込み、ダメ押しの3点目をゲットしました。この試合では日本代表が0対4で勝利しましたが、久保選手はそのうちの3点に絡む活躍を見せました。ワールドカップ最終予選という重圧がかかる試合で UAE 戦と対戦の2試合合計2ゴール3アシストという大活躍を披露した久保選手には賞賛が相次ぎ、今後の日本代表の攻撃の中心になっていくことが期待されていました。しかしその後の最終予選やワールドカップ出場獲得後のヨーロッパ遠征ではチームの主力として出場しながらも結果を残すことができず、タイ代表との試合を最後に日本代表でゴールを決めることができなくなりました。その後久保選手を評価していたハリルホジッチ監督から西野監督へ指揮官が変わると、久保選手は代表に招集されることもなくなり、2018年ロシアワールドカップのメンバーからも落選となってしまいました。一時期の活躍は本当にすごかったので、まさかこうなってしまうとは僕も予想できませんでした。そんな久保選手ですが、現在はアメリカメジャーリーグサッカーのシンシナティに所属していて、以前までのストライカーとは違って主にボランチとして活躍しています。若くから活躍していたので感覚がおかしくなりそうですが、まだ年齢も28歳とこれからピークを迎える頃だと思うので、これまでとは違ったポジションでもまた日本代表に返り咲いてほしいですね。バンド龍二、続いては鋭い動き出しと泥臭いプレーでゴールを狙う炎のストライカーバンド選手です。バンド選手は高原選手や柳沢選手などが活躍した黄金世代と呼ばれる世代の一人で、1999年の FIFA ワールドユース選手権にも選出されるなど、黄金世代でも屈指のストライカーとして注目されていました。2002年からは地元のヴィッセル神戸に加入すると、2004年には J1 リーグで得点ランキング3位タイとなる17ゴールをゲットするなど優秀な成績を残していきました。そして2006年シーズン、古巣のガンバ大阪へと復帰すると、出場するたびにゴールを決める活躍を見せ、同年10月にはついに A 代表に初選出されました。デビュー戦となったキリンチャレンジカップのガーナ戦では途中出場に終わりましたが、続くアジアカップ予選のインド戦で初のスタメン出場を勝ち取ると、バンド選手はクラブでの好調そのままに大活躍を披露します。前半22分、左サイドのサントス選手からのアーリークロスにバンド選手が右足で合わせて貴重な先制点をゲットすると、前半43分にはまたもサントス選手からのクロスに今度はダイビングヘッドでゴールネットを揺らし2点目を決めます。この試合で日本代表は後半にも追加点を挙げて3対0で勝利しましたが、バンド選手は代表初スタメンで2ゴールという文句のつけようがない活躍を見せました。しかしこんな大活躍を見せながらも、当時のオシム監督が高原選手や牧選手を重宝していたこともあってメンバーに割り込むことができずにいると、所属クラブのガンバ大阪でもスーパーサブでの起用が増えていき、代表での出場機会も減っていきます。その後オシム監督の体調不良により指揮官が岡田監督へと変更されると、何度か A 代表に招集される機会はあったもののアピールすることができず、結局インド戦以降の代表戦では1ゴールも奪うことができないまま日本代表から遠ざかっていきました。怪我と戦うことも多かったですが、気持ちのこもった熱いプレーで多くのファンに愛される選手だったので、記録よりも記憶に残る名選手であることには間違いないですね。皆さんはどの選手が一番記憶に残っていましたか？コメント欄でぜひ教えてください。今回は1試合だけ活躍した選手を紹介しましたが、フロントに干されてしまった選手はこの動画で紹介しているのでぜひ見てみてください。そもそも日本代表に招集されること自体がかなりすごいことではありますが、僕も YouTube という戦場でバズりたいのでチャンネル登録まだの人はお願いします。ついでにここまで見てくれた人は高評価もしてくれると信じています。それでは皆さん、さようなら。